皆さんこんにちは、当駅文庫竹田駅でございます。春頃の花の縁なんてこんなね歌もあります。もう皆さんご存知、これが工場の月でございますけれど、当駅の裏側にはねこの工場の月で知られておりますその舞台となりました岡城、これはつまり明治時代に破却されてね、本当に工場が荒れた城となったのでそうなったわけですけど、工場の月、その舞台なんかもある文庫竹田駅でございます。まあ、まあ歴史解説とかそういうことはね最近はしないようにしてるんですけれども、ここから本日はですね私は、九州から本州抜けて、そして本州からまた四国へ渡るそんなね青春18切符の旅行、まあ、11時間ぐらいなんて大した長さではないんですけど12時間とかかな、まあそのぐらいになるわけでございます。岡城って こっちじゃないのかな、もしこれじゃなくてあっちやつかもしれないですね、ごめんなさい。ちょっと私行ったことないんですけど、まあどっちかのはずでございます。逃げちゃいましたけどね、すっかり、ここも夏でございまして、駅前のこんなね、池の池っていうのかな、こう噴水でもないけれどこんなところにはオタマジャクシなんかが数多く泳いでおります。駅前でオタマジャクシいるって珍しいですね。じゃあまあ、そろそろですね観念して、長旅へ出発というわけです。文庫竹田駅は随分とこうね、情緒ある駅舎でございます。先ほど私が歌ったね工場の月ですけれど、あれはホーム上でねよく流されておりまして、1951年からずっとこの駅のねホーム上で、列車の到着発車時には流れるんだそうです。随分とね伝統的なんですなと思うもんです。ここまでの私のね文庫竹田までの移動に関しては大分から最近復活を果たしました特急列車遊ぼう以後遊行きでねやってきております。本当はね熊本県側から来るんですが、まあ、残念ながらそちらはただいまもさっきの地震の影響で不通となっておりますので、その代わりに最近期間限定で大分県側からではありますけれど遊行き遊ぼう以後がね復活したわけでございます。もちろん途中のね本来の終点でありました宮地も経由するということで、これはお客さんも満員だったからなかなかいいことだったかと思うんですが、まあ、よろしければその動画も制作しておりますので皆さんもご覧いただければいいかなと思います。さらにはね、そんな広告盛りだくさんでございます。大分に到着でございます。大分って言ったらね、特急ソニックとかいっぱい止まってますんで、ちょっと見てから行こうかというわけです。カードや切符の取り忘れにご注意ください。領収書をご希望のお客様は領収書ボタンを押してください。発券しています。まあ、暑いんですけどね、とりあえず、お弁当とかお昼の食料調達いろいろやりましてね、大分駅の屋上で休憩となるわけでございます。大分駅の、ね、JR 大分シティ、その屋上には笹江堂とかね、こんな建物もさまざまなんか気の利いたものがあるわけですね。気候のよろしい時だったらいいんですが、今は大変暑いございますので、屋上もほとんど人は見られません。お昼ご飯はね、チキン南蛮弁当なんですね。これ皆さんいくらだと思います？まあ430円とかその感じでね、イメージされるかなと思うんですけど、これ290円なんですね。随分安い。まあ宮崎県の名物なんですけどね、他にも唐揚げ弁当なども同様の値段で売っております。このあたりはね、チキン南蛮、唐揚げ鳥天など、こう、海沿いのですね、こう、日向灘、それから周防灘、その沿線のところに、このような鳥の名物数多くございます。見えませんけどね、向こう側のホームに止まっておりますのが湯布院の森91号。ただいまはですね、九大本線が普通になっている関係で、普通のルートを通ることはできないんですが、通常のルートという意味ですね。しかしながら JR 九州がですね、ここでとっさの判断をして、即座に小倉までの大迂回ルート、それを取りましてね、このように現在でも4時間5時間ほどかけまして頑張って湯布院を目指して発車していくところでございます。少々ジメジメしておりますけどね、途中の駅でこう特急の通過待ちなんてことはまあよくあるわけでございます。ちょうどベルが鳴りましてね、反対側からパパさん系ソニックかな、こうやってきたところでございます。列車が参ります。危ないですから黄色い線の内側へお下がりください。
し終わる前にはね、ちゃんと列車の中に入っておきましょうね。危ないけど、ハリーに乗せてください。なお、暑い盛りの宇佐でございます。宇佐でも降りるわけではないんですけどね、ここは八幡の総本宮のね、その宇佐神宮の最寄り駅なので、この辺りでね、まあいろいろとも飾り付けがございまして、こんなねオレンジ色のレールで作ったね、この柱なんかもございます。宇佐駅の駅名表はね、これ大変有名なんですね。宇佐駅アルファベットで書きますと、これ USA になりますので、アメリカを模してね、これ宇佐駅の職員だか誰かが作ったんだそうですけれど、こうやってねアメリカっぽい、そんな絵がね駅名表には描かれております。そんなことを言ってる前に、ちょうどねパワー5系特急電車もやってきたところでございます。以上の岩国玉山崎特急ジャニット34号を到着いたします。してるのこれね、何イヤホンで何の音楽聴いてるんですかなんて前質問があったんですけど、これは別に音楽聴いてるわけではなくてね、動画を制作してるんですね。つまりね、青春18切符で、ね、10時間とか電車に乗ってても、その間全部パソコンで動画を作る、つまり今勤務時間になるわけですから、でその間に、ね、仕事してりゃお金かからないとか、むしろやってるうちに稼げるというわけで、別に私はだから何時間18切符の旅しても別に痛くも痒くもないんですけど、この列車ただいまあと30秒ぐらいで発車するみたいですね。危なかったな。JR 九州をご利用くださいましてありがとうございます。日光線内はね、やっぱり新幹線とかそういうのありませんから、後からやってくる特急に抜かれるということが多いんですね。特急に抜かれるのはね、よしとするか悪しとするか、まあ人それぞれあると思うんですけれど、東海道山陽と違ってですね、まあ多少のメリハリがあって、駅の停車時にね、まあ外めちゃくちゃ暑いんで、あまり転換にならないような気もするけど、まあそれ以外の時期は気分転換にもなりますから、まあ、特急待機とかね、反対列車待ち合わせとかね、私はそういうの結構好きなんですね。もちろん急いでる場合は別でございますが、そういう時はね、特急に乗れば良いわけでございますからね。ちなみにただいま乗っておりますね、813系ですけれど、頭の上にね、こんなタンコブがあるんですね。これ1100番台っていうらしいんですけど、ここにこう電子式のね、こう行き先表示器を搭載したことによって頭にタンコブを作る必要があるんだそうです。だからこれが付いてないやつはね、このタンコブ式じゃないんですね。これなんとも面白いことです。ちゃんと黄色い線の内側に入ってますからね。鳴らされましたけど、ちゃんと私はね、安全な場所におりますので、全く問題はありませんから、皆様、そこのところはね、よろしくお願いいたします。めちゃくちゃな暑さでございますから、車内ではドアカットが実施されておりましてね、車内の真ん中のドア以外は全て閉じるということをやっていたんですが、もうすでに開いております。もう開くということはね、まあ、関東ですと大体発車直前にねドアが開いて、それですぐに全部開いたと思ったら、まあ10秒ぐらいでまた全部閉めて発車するというのがほとんどなんですが、発車まだ5分前なんですね。別にまあね、ちょっと閉めてくれるだけでもありがたいといえばそうなのですが、5分もあるんだったらもうちょっと閉めていいんじゃないのと思うもんなんですけどね。そしてこちらからの415系電車入ってきたわけでございますが、そうするとね、こう嬉しいことに並ぶわけでございます。こんな風景ね、なかなかもう近頃では見ることがなくなりましたが、九州ではもうこれが当たり前でございます。JR 九州、福井駅をご利用くださいましてありがとうございます。お客様にお願いいたします。
い、岩国まで到着したわけでございます。岩国まで来たって言うべきかな。後ろに115系もう3時間ぐらい乗りましたかね。ちょっとやっぱり飽きてきますね。こっから先も115かなと、まあ227系なんかだとね、ちょっと気分が変わっていいかななんて思うもんですけどね。でもこんだけね、嫌気がさすほど115系に乗れるなんてことは、実は多分10年後ぐらいにはね、とてつもない贅沢だったんだななんて思い返すような日が、まあもしかしたら来るのかもしれないですね。むしろ逆にそんな時が来るのが10年後とか、そんな見込みが立つぐらいに JR 西日本が国鉄型車両をいっぱい使ってるというのもなかなかすごいことではありますけれども、まあでもね、奥にはこう着々と227系のね、こう波を押し寄せてきておりまして、山口県内の中はね、ずっと国鉄型オンパレードということですが、広島県内に入りますと随分227系を見ることも多くなったようでございます。なお先ほど大分の駅で、ね、駅弁を購入してあります。駅弁って言うとなんか高い、贅沢な感じがするなと思うんでしょう。まあ確かにちょっと安くはないかもしれないけど、でも駅弁の中ではね、もう異常な格安と言ってもいいぐらいのお弁当でございます。495円の幕の内弁当、これが大分駅でね、有名なお弁当でございます。幕の内弁当、これね、多分駅弁だったと思うんですけどね。芸備線じゃなくてなんだ、クレセンに入ってしまうんですね。そうなりますとちょっと問題ですからね、乗り換えというわけでございます。これはね、最終電車なんだろうなと思っていたんですが、次の列車23時42分のその後にもね、本当の最終の高松行きがあるんですね。0時12分、すごいですね。当岡山駅の最終電車はマリンライナーでございました。そんなに遅くまであるなんてね、本州美山線の沿線の皆さん大変恵まれていることでございます。私ん家の終電よりね、多分これは遅いですよね。そんなこと言うとまたね、特定する材料を与えてしまうことになるでしょうか。まあこれが本当だとも限りませんのでね。マリンライナーの指定席ってね、乗ったことないんですけど、こうやって見ると上がグリーンで下が普通車らしいんですけど、
なんか似たようなもんですね。これ2階はつまり景色台ってことなのかな。あんまり変わらないような気がするんですけど、座席の間隔まで似たようなもんでございます。これね、トイレついてるの1号車だけなんですね。よくね、この貫通扉とのこの間のところにね、グリーン車なので勝手に入らないでくださいみたいなこと書いてあるんですけど、トイレは使っていいんだそうです。車掌さんがね、ご丁寧に、わざわざ聞いたらね、このドアを開けて、答えてくださいました。まもなく発車いたします。ドアが閉まります。ご注意ください。いただいたように12時50分でございますが、すごいのはね、この列車終電じゃないってことなんですね。まだあと20分ぐらいに列車くんですね。大したもんでございます。30分後ぐらいかな。まあ、別にね、終電があるに越したことはないので、別に何もね、悪いことはないんですけど、 JR 四国の皆様もさぞや大変だろうと思いますが、マリンライナーはこの辺りをね、橋を渡って岡山県香川県の皆さんの重要な生活の足としてね、頑張っているようです。そしてそれだけでなく、青春18切符のタイムを皆様本日もご覧いただきまして誠にありがとうございました。大変眠いので休ませていただきます。おやすみなさい。いや、ありがとうございましたとか言っておいてあれなんですけどね、この高松駅ってすごいんですよね。閉まる時間がね、わずか2時間40分、ほぼ、つまり営業時間としては、21時間20分営業、22時間かな、ちょっともう眠くて計算もできませんが、それぐらいの長時間の営業でございます。